ありがとうございます。いや今夜も始まりましたガールズサーズデー、毎月第一木曜日担当竹岡彩乃のある夜のララバイ。この番組では、徳島県出身の竹岡彩乃シンガーソングライターをやっております。私がですね毎回素敵なゲストアーティストさんをお招きしてお届けする60分間の番組です。この番組では皆様からのコメントも受け付けております。ショールームをご覧の方はですね、あ、こんばんは秀軍さん、ありがとうございます。私も今目の前にモニターがあるのでぜひこちらにコメントを送ってください。読み上げさせていただきます。で、YouTube をご覧の皆さん、 Twitter をご覧の皆さんはこちらのメールアドレスにコメントいただけましたら読み上げますので、ぜひぜひたくさんお送りください。お待ちしております。質問とかもね全然待ってますのでよろしくお願いします。それでは早速今夜のゲストお招きしましょう。高橋ありさちゃんです、どうぞ。イエーイ。こんにちは。あ、こんばんは。あ、こんばんは。そうなんだよね、夜なんだよね今ね。夜でした。あいさちゃん、昨日ぶりです。昨日ぶり、イエーイ。昨日もね、五反田で一緒にライブをありさちゃんとはさせていただいておりました。あ、やべえ、私なんか寝癖みたいなのついてるんやけど。あれ、今気づいたん？気づいた。あ、何言っても、あ、こうしとこ。そう、あのね、昨日ね、五反田の、ボイスズというイベントでもご一緒でしたね。はい、ね、ね、今日かわいいね、ワンピースだ。あ、ありがとう。ちょっと春を意識してみました、ね、春だね、春だね、うん、かわいいと思う人拍手。いいね、いいね、ありがとうございます。なんかあの、私聞いたんですが、はい、あいさちゃんなんとここのこのガールズサーズで担当されてたってことで。そうなんですよ、あの、ね、2018年から2019年ぐらいにメディアブーケっていうユニットで、ここでレギュラーで。あいさちゃんユニットさんだったの？え、そうだよ。え、そうなんや。ずっと、うん、今も一応解散はしてないんですけど、うん、全然活動はねしてないけど状態です、はい。うん、何人組？2人組、うん、あ、そうだったんだ。そう、もう私は知り合った時はもう高橋ありさじゃんっていうのでもう確立された地位にいらっしゃったので。あ、そうだったんだ。 あ、それでお二人でされてた感じ？うん、あ、でもね、うん、お互いソロでやってる子がこう、うんうん、やったって感じのグループだったので。そうだったんだ、うん、え、その時はじゃあえ、こんな感じでなんか、うん、誰か呼んでみたいな感じだったの？あ、そうそうそう、こんな感じで。そうだったんだ、うん、でもこんな距離空いてなかったよ。え、どういうこと？なんかすごいここに間があるじゃないですか、うん、テーブルがあって、うんうん、こう一緒に座るみたいな。ここでね、ここでこうやってたってこと。あ、そうそうそう、憎いコロナが。あ、それでか。それでか。そういうことじゃないの？あ、違うの？わかんない。あ、歌スペースだ。コロナごめんね。ごめんね、悪者にしてごめん。ごめんね、コロナ。ごめんごめん。あ、そうだったんだ。そうそう。2人組だったんだ。え、2人組の曲とかも、の、その曲とかもライブで今も歌ったりとかもするの？うん、あー、その、メディアブーケのオリジナル曲は1人では歌わないけど、うん、その、私のオリジナル曲でメディアブーケで歌ってた曲とかは歌ってるよ。うん、あー、なるほどね。うん、あ、そっか。だって2人分を1人で歌うの大変だよね。そうかもしれない。やったことないからわかんないけど。あー、そっか。うん、私もなんかずっと一人でやいよるから、うん、なんかそういうユニットでの苦労みたいな、なんかそういうのが分かんなくて、うん、でもなんか一人でやるとさ、なんかここはなんか、うん、なんだ、ダンスとかもさ、ありさちゃんやるわけやん、うんうん、そのなんか一人はこう後ろ向いてちょっとこう、うん、休憩はしてないけど、うん、なんかポーズとか撮ってる時とかが、うんうんうん、それが自分の時だった場合のやつを一人でやろうとすると、うん、なんかいつもここ私休憩してるんだけど踊らなきゃみたいになっちゃったら大変やなと思って、うん、そう、それでちょっと聞いたりしちゃいました。今なんか一人で二人組の曲やったりするのかなと思って。あ、もうやらない感じなんだ、うんうん、そうだね。
ごめんなさい、なんかもうね分かんないからね何でも聞いちゃうんだよね、うんじゃあ、 早速ですがありさちゃんにね1曲歌っていただきたいんですがよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ曲紹介とともにお願いします。はい、今話したそのメディアブーケでも歌ってた私のオリジナル曲を歌いたいなと思います。あ、はい、わーいそれでは会場に来てる皆さんも配信で見てくれてる皆さんも一緒に盛り上がってください。聞いてください、アンダーザスター。これだったんだ。は
い、これをあのメディアブーケでもやってました。そうだったの。私なんかあいさちゃんにこの歌好きって言った記憶がある、うん、アンダーザスターっていう曲がめっちゃいい、うんうん、めっちゃいい曲ですねってなんかあの全然あのその男とあのまだあんまりこうなんか仲をね深められてない、仲良くなりたいなと思いつつ、高橋ありささんでどんな人なんだろうって思ってる時に、あ、それこそその五反田 G2 の昨日の会場でご一緒だった時に、なんか2回目くらいの時に多分ありさちゃんがあのお会いして2回目ぐらいの時に歌ってらして、この曲はめっちゃいい曲だなと思ってなんか伝えに行ったことを昨日のことのように思い出しました、うん、あ、そうだこの曲だったんですね。そうなんです。そうなんだ、ずっと大事に歌ってくれてありがとう。私にも届きましたよかったですあのね、将軍さんがね、ありさちゃんにね、うん、白いワンピース可愛いですねって、え、ありがとうね言ってくれてるユニット曲を一人でやるとボーカルもダンスも一人などで大変なんですね。あー、でもなんかそう、私はそう、そんなイメージがあって、なんかね、二人分を一人でこなさなきゃいけないって結構大変なんだろうなと思って、将軍さんと同じ気持ちです私はすごい盛り上げてくれてる将軍さんも、ハチパチとか、アリサ、アリサコール、アリサコール楽しいね言ってくれてたよねアリサーって聞こえると思ってそう、皆さんに習って、あの、あ、今、うん、今言うんだみたいな感じですごい楽しくさせていただきましたあの、アリサちゃんがこう、うん、今のこの活動をやろうってなんかこう始めるなんかきっかけだったで出来事みたいなのってなんかありますか？そうですね、ライブ活動に始まるきっかけは、うんうん、その私もともと声優を目指してて、そう、声優のあの授業というか、なんて言うんだろう、その中に歌とかもあって、うん、あ、そうか、もうだって声優さんもみんなだって歌いも出しよるもんね、うんうん、そう、ボイストレーニングとかにもね、つながってくるし、そう、あって、で、なんか歌の活動もやってたんですよ。そのファミリーコンサートとかで出演して歌って踊ったりしてて、で、それ楽しいなってなってたんですけど、なんか自主的に仲間たちと一緒になんかコンサートじゃないけどなんかライブをしたんですよ。自主的に、自主的に、なんかそう、会場を借りて、あ、すごい、なんか路上ライブとかじゃなくて、ちゃんとそういう場所を、そう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 、すごいね、すごい、うん、で、そのライブに見に来てくれてた、うんうん、あのアイドルのお友達が、うん、アイドルやりなよって言って誘ってくれて、で、なんかそう、私もなんかチャレンジしたかったから、うん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 、そう、それに初めて出たのかもしれないきっかけとしては、うん、アイドルのお友達がいるアリサちゃんの人脈もすごいしそこでね、アリサちゃんを見つけてくれたそのアイドルさんに皆さん拍手を送りたいよね本当にその方ありがとうございます、ね、うん、そうだったんだ。そう、それが始まりかも、うん、なんかそれ、この番組で結構そのゲストの方になんかきっかけって何だったんですかみたいなの聞いたりするんですけど、うん、なんか割とこうなんか昔から音楽が好きでとかだったりするのが多かったりするんけど、うんうんうん、なんかそういうなんかね、人からの誰かからのこうね、なんだろう、アドバイスじゃないけどやってみたらみたいな言葉でね、うんうん、なんかそれでもこう道って開けるから、なんか何があるかわからない ね、もしかしたら、だってアリサちゃんもその声優さんをもともと目指してたんだったら、うんうん、なんかね、声優さんのお仕事をメインにもしかしたら頑張ってらしたかもしれないし、なんか歌はなんか、まあね、あのレッスンのあれとしてみたいな感じだったかもしれないから、うん、こんなに精力的にこうずっとね活動を、うんうん、ライブ活動みたいなのを、うん、もしかしたらお芝居とかなんだ、そのね、声のお仕事を優先されてたかもしれないからね、なんかすごいすごいですねごめんなさい、なんか私のただの感想を今述べちゃったんだけどしみじみ、うん、あ、そうだったんだ、
え、あいささん出身はどこなの？出身はね、うん、埼玉県です。あ、埼玉、うん、え、もうほんと、もう都会、都会に住んで、いや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 、関東という都会に住んでるな徳島、徳島。あ、そうそう、徳島、ね、すごい自然が綺麗なところだって聞いてるので。本当にね、山と川しかないんですよ、皆さん、本当にめっちゃ行ってみたい。いや、うん、本当にね、案内したいけどね、うん、案内する場所が本当になくてね。そうなの？いや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 、お盆に来てっていう、その阿波踊りだけ見に来てくれたらもう、うん、みたいな感じの、だから電車がね、電車文化じゃないんですよ。もう車も一家に一台じゃなくて、一人一台車を持ってるから、う、うん、もう軽自動車ばっかりみんな。まあ、男の子はね、うん、なんかいろいろかっこいい車乗りたいとかって乗ってるけど、うん、もう女の子はみんな軽乗って、小回りが利く、うん、細い道行けるね、軽乗って。だからなんかこっち来て、上京してきて、うん、そのランドセルというか、まあ、ランドセルというか、そのなんだ、もうこっちの子ってさ、ランドセル背負ってなくない？なんかその学校の指定のカバンみたいな、うん、なんかおしゃれな、なんか、なんだろう、ベルトみたいなのがついてるカバン、うん、なんかちょっと薄っぺらい感じのね。あ、そう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 、うんうん、で、そこになんかこういうさ、チェーンじゃないけど、こう伸びるパスケースみたいなのみんなが下げてさ、それでピッみたいな。そんな、もう年齢が一桁の時から一人で電車に乗ってるって言って、ね、それはもうなんか都会の優等生な子たちだと思うよ。え、でも愛子ちゃんも乗ってたでしょ、絶対。乗ってないよ、小学校の時でしょ、うん、乗ってない乗ってない。え、そうなの？全然普通に歩いて行ってたよ。いやでもさ、なんかその遊びに行くとかさ、うん、なんか友達と、なんかなんだ、映画館とか、なんかどっかそのお洋服買いに行くとかはさ、うんうんうん、行ってたやん、絶対。行ってない行ってない。え、せいぜいバスでちょっと隣駅行くぐらいだったよ。あ、そうなの、うん、あ、そうなの。そんなそんな都会じゃないんですよ、埼玉も。あ、そうなの、うん、そうもうなんか勝手にもうなんかもう電車が通ってるところの民の方々は、うん、まあ、そういうのね、身近にやっ、うん、もうずっとそれが当たり前の生活を送ってらっしゃるんやろうなと勝手に思ってたけど、なんかね、逆にひん曲がってたね、なんか偏見がすごかったな今。やっぱり似たようなもんです。そうなのね、うん、あ、なんかちょっと安心しました、よかった。よかったです。すごい、なんかさ、遅れてるからさ、スタバもセブンも全然なかったし。ああ、そうなんだ、セブンもないの、うん、今はね、今はある。あ、けどでもね、10年前なかったの。そうなんだ。10年前なかった、スタバもセブンもなかった。ファミマとかがあったの？そう、ファミマとね、うん、ファミマとローソン、うん、へー、2強ね。なんかしれっと、うん、なんかめっちゃなんだ、郊外というか、まあ、徳島も郊外みたいなもんやけど、その、うん、その中の郊外にミニストップがあるみたいな、うんうん、もうトラックのうんちゃんとかが止めやすい、わーって広い駐車場があるコンビニにミニストップがドンってあって、うん、そこでソフトクリーム食べるみたいな。確かにアイスだね。旅の疲れを癒しにみたいな、そこ寄ってみたいなのがあったから、うん、そういう田舎なんですよ、徳島ね。だんだん空気は美味しいですけどね。ね、行ってみたいです。だから何も誇れるものはあとは海産物ぐらい。めっちゃいい。海産物大好き、うん、わかめ美味しい。わかめうん、なんかわかめがね、すごい、なんだろう、コリコリしてる。へ、そんなこと誇るなよっていう目でマネージャーがめっちゃ笑ってるんだけど。ちっちゃいなみたいな。いや大事。じゃあちょっとなんかね、私も一、うん、曲ね、ここで歌おうかな、うん、全然だからってなんか徳島にちなんだ曲とかでは全然ないんだけど。ね、みんなお花見とかした？してない？した。した、よかった。いて一人。した。なんかその公園とかに行って？そうアイドルのお友達の赤木はるかちゃんと一緒に、うんうん、そう、お花見行ってきた。いいね、うん、いいね、ちゃんとお花見をする文化がある子はいいね。私もなんかただ道を歩いてて、あー綺麗、あー綺麗、でもお花見して気になってるから。で、そのなんか今日はちょっとね、桜ソングをね、もう散る前にね、うん、滑り込みで歌っとこうと思って。私の
大好きな森山直太朗さんの桜を歌わせていただきます。うわ、僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を、桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる。桜桜今咲き誇る、偽りのない言葉、輝ける君の未来を願う本当の言葉。移りゆく街はまるで僕らを生かすように。桜桜ただ舞い落ちる、いつか生まれ変わる時を信じ、泣くな友よ今惜別の時、ありがとうございます。よかった、散る前に歌えて。あよかったよかった、歌えました。よかったです。あ、しゅうぶんさんがまたたくさんコメントくれてる、うん、
関東という都会ってって笑ってくれてるな私の。親の田舎も一人一台だから車メインの気持ちはわかります。ありがとう。スターはともかくセブンがないのは驚きました。そうよ、そうな、そうな、え、今はあるよ。今の徳島にはセブンイレブンもあるよ、ちゃんとあります、あります。ね、ミニストップのソフトクリームは美味しい。あの、私ね、いつもその、うん、ミニストップのあのベルギーチョコフェアって、ああね、うなずいたやつも、あの時に行くのすごい楽しみにしてるから、秀軍さんの気持ちわかるよ、すごく。お花見仲間でハルルさんの名前が出てくるとは笑って書いてるよ。拍手ありがとうございます。あ、トモリーナさん、トモさんありがとう、拍手ありがとうございます。いや、よかったよかった。もうあのね、それちょっとね、一個だけちょっと、あ、もう一個ちょっと徳島の話なんですけど、うん、あのセブンイレブン、皆さんご存知のコンビニエンスストアがね、徳島に上陸するまでの間、うん、あのセブンっていうものは存在してたんですよ、徳島に。謎謎でも何でもないんだけど、あのセブンといえばスーパーだったのよ、うん、そう、セブンっていうスーパーがある。はーはーはー、セブンっていうスーパー、そう、もうセブン、ただ本当にあのなんかロゴみたいなあるやん、なんかセブン、うん、あれとスーパーの上にこうバーンって丸いやつみたいな感じである、うんうんうん、もう7って書いてある、うん、あの7セブンってカタカナで書いてあるスーパーがあって、だからじゃあセブン行ってくるわって言ったら、うん、あ、もう全然日用品とか何でもなんか足りも、うん、トイレットペーパー買ってきて、うん、あ、買った、歯磨き買ってきて OKOK、OK OK、ってなるけど、もうセブン行ってくるはイコールスーパーやから、うん、こっちの人のセブン行こうってすごい気軽に言ってくる感じ、最初ちょっとスーパーを思い浮かべちゃうやつね。そう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 なんかね、なんか特殊な人多分なんかセブン入れって言ったり、もうセブンイレブンって言ったり、あ、そうそう、別で呼ばないとね。そう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 、うん、ケンタッキーはケンタッキーって言うしみたいな感じ、うん、なんやけど、あれ、うん、なんかこっちの人はケンタとかっていうね、なんか、うんうん、ケンタって誰って感じ、あ、人の名前に感じちゃう。ケンタ行こう、え、ケンタくんち行くってことみたいな。私はね、私はなるんやけど、うん、え、みんなケンタって言う、うん、あー、東京だ都会だそう、セブンっていうねスーパーがねあるんですよ、うん、秀軍さん、あの嘘嘘じゃない、秀軍さんがね、いいね、参加してくださってるからね、ありがとうございます、うん、あ、そうそう、あのね、アリサちゃんとね、うん、あれなのよ、5月のね、うん、3日にアプラカサカさんで、うん、ツーマンライブをやります、うん、のオープンが6時半の、スタートが19時なのでね、ちょっとこの日は何としても皆さんスケジュールを、うん、今だって4月6日やろ、ね、1ヶ月は切ったけど、ね、調整みんなならしてくれると私たちは信じてね、うんうん、いるので、ぜひぜひアプロ赤坂さんにお集まりください、うん、そしてあの昨日のねライブ来てくださった方は、あの私からの重大告知を聞いていただいたと思うんですが、あのなんとその日アリサちゃんとコラボする曲が一つありまして、あ、そう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 、あのフライヤーにもねひっそりこうあのマークが、下手やなやっぱり私下手やなあのおにぎりの歌ね、タイトルをお願いします。おにぎりングという曲を曲を一緒に歌って一緒に踊るという、ね、私の中ではもう最大級のミッションが5月3日待ってるんですよ。そうなの、ね、普段踊らないんだよね。踊らない、阿波踊りしか踊れんうん、ほんと、もっと笑ってくれていいよあはははははははぐらい笑ってくれていいいや本当になんかなんだろう、まあ、高校のなん体育祭とかでちょっとこうみんなでね、うん、クラス対抗で踊るやつみたいな、うん、マジのお遊戯レベルのあれしか、ボックスは踏めるよ、あの
これね、大丈夫だよそうで、なんかあのダンス動画見たんよ、うんうん、あのね、うん、ポップインキッズの方がやってるやつを見て、うんうん、あ、ボックスある、これはできるって思ったできる、優しいボックスができるだけで拍手柳川さん、あの本当にね、あのアイサちゃんのライブを皆さんもね、ずっと見てきてるわけですから、本当に目の肥えた皆さんがあのね、見に来る、見に来られるわけですけれども本当になんかお客さんもね、意外と踊れるの。マジ？そう、ちょっとやめよ、そういう、あの私がちょっと、あ、振り間違っちゃったって思ってもみんな間違ってないの、みんな正しいの、踊れてんの本当に。一緒にステージ上がる？みんなにやる？あの、なんならあの私の前に立ってこうちょっとお手本としてこうやって やっててくれたら歌うのは歌うからやってほしいな。いや、そういうお手本、うん、そっか。え、じゃあおにぎりングもみんな踊る、うん、なんかすごいお客さんの中に何をおっしゃってるんですか、もちろんですよみたいなうなずきをしたさマジか。なんてなんかいろんな、ね、方がおにぎりング、いろんな会場でね、踊られて歌われてで、うんうん、されてるって聞いたから、うん、有沙ちゃんのねライブだけじゃなくて他の会場行ってもみんなは覚える機会がね、見てなんだ、あの完コピする機会が多いからなのかな、それとも皆さんの習得能力が高いからなのかなわかんないけど、そうなん、おにぎりングのコラボ来た、そうなの、しゅうぐんさん、そうなんですよ、しゅうぐんさん、しゅうぐんさんもお待ちしてます。アプロ赤坂6時半オープンの19時スタートです祝日やけんね、あの、うん、みんなゴールデンウィークだね、そう、ゴールデンウィークのね、うん、こうお休みでしょなんか勝手にみんなの食事を縮めようとしてるけどそう、ね、ぜひぜひ来てもらいたいな、うん、うんうんうん、じゃあ、じゃあ、あいさちゃんにもう一曲歌っていただきましょう。はい、じゃあ、お願いします。はい、次に歌う曲は、うん、先ほどここでギターを弾かれていた陽平さんが、陽平さんでした、作詞、陽平さんがそう作詞をしてくださった曲を歌いたいなと思います。はい、普段あのライブでタオルをね、うん、回すんですけど、みんなも一緒になんか手でも回してくれたら嬉しいです。それでは聴いてください。君のスマイル。回れ舞い上がれよ高く、命ごと踊らせて、もう一度ここから。このホールで見せる笑顔の奥で涙こらえて歌い続けた。帰りの電車で涙止まらずに自分に誓った歌、強くなるってきっと誰でもそう、辛い時もあるよね、みんなの笑顔が見たいんだ。顔を上げて咲き誇れその笑顔を、思い切りでこのパスを、愛情込めて願い飛ばせ、回れ舞い上がれよ高く、命ごと踊らせて、もう一度ここからあなたと一緒、はい、カーテン越しの容赦ない朝、心も体も全部もう振り逃れる、あの時の自分今はもういない、力をもらえたから歩き出せた、もっと大きくなる、もっと優しくなる、もっと幸せになろうよ、大丈夫
咲き誇れそうな笑顔を思い切り手を伸ばそう。愛情込めて願い飛ばせ。回れ舞い上がれよ高く、命を尊らせて。もう一度ここからあなたと一緒、いろいろあるけど一人じゃないし、いくよ。嬉しいよ、咲き誇れそうな笑顔を思い切り手を伸ばそう。愛情込めて願い飛ばせ。回れ舞い上がれよ高く、命を尊らせて。もう一度ここからあなたと一緒、ありがとうございます。もうね、もうね、しゅんさんも一緒にずっと踊ってたよ、うん、踊ってた。すごい。はいはいはい、まで、あのタイガーファイヤー略以下略みたいな、略したねなんとかもね、なんかすごい、なんかいいね。ともさんも踊って、顔文字で踊ってくれている。参加してくれている、素晴らしい。いや楽しいね、みんなでね、なんかこういうのできるとね。なんか私そう、なんか全然その、うん、去年ぐらいから、うん、あの、うん、アイサちゃんだったりとか、あの他のね、ハルさんとかとなんかこうご一緒のステージが多くなってきて、うん、なんかそれまでそのコールという文化に全然こう触れない、なんか畑でずっとライブをやってて、もうなんか、うんうんうん、なんかすごいぞみたいななんかさ、うん、あれじゃない、あのそのそこのファンの方たちってさ、なんか急にさ前で歌って踊ってる子がいるのに、なんか急にエンジンみたいなの組み出して、なんか見なくていいのとか思ってて。それは私も思うよ。ぐるぐるぐる、昨日もさ、なんか、うん、誰だったっかな、ほのぴーかな、なんかね、うん、あの晴のほのかちゃんの曲の時に、なんかサークルでわーってやってて、ほのぴーを見るチャンスここしかないよって短くなるよ、ほのぴー見れる時間みたいな思ってて、結構でもあれはなんか、うん、ベーシックな感じ、ベーシックな、わりかしベーシックかもしれない、オーソドックスなこう基本中のみたいな。走り回るのは結構楽しんでる現場だなって感じかな。あー、うん、そっかそっか。いやでも確かに昨日熱量すご、あ暑かったもん、なんか会場が。あ、だからクーラーめっちゃ効いてたのか。あー、そうそうかもしれない。すごい効いてるなと思ったんだよ、うん、すごい効いてたね。だからなんだ、だから皆さんのね熱量がねすごくてね、本当に毎回あの私もだから日々勉強させてもらって、そのあのそうなんかね、うん、タイガーファイヤーが覚えられないって話を、うん、なんか、うん、ここの番組だったか、うん、なんか別のところでやった、うん、そしたらなんかね、その先輩諸先輩方の中のうちの一人がなんかもうあいやって言ってたらいいんだよって、そのもう母音がなんか全部そうだから、なんかもうずっとあいやあいやって言ってたらみんな乗れるからねみたいな、なるほどと思って、もだから私もさっきこうであいやあいやってずっと言ってたの。そうだったんだ。そうなんかね、ちゃんと言えてる風でもうあいやしか言ってないんだけど、でもなんかねすごい楽しいなって思いながら、うん、あの混ざらせていただいてました。ありがとうございます。アイヤーアドバイスすごい。そうアイヤーって言えばいいんだよ。あ、なるほどな。で確かにその時ね、うん、聞いた、なんで
ファイバーとかもある、うん、サイバーとかもあるよね、うん、なんかね、そうね、そうなんか、あ、勉強になるなと思って、うん、あ、そうそうそう、あのね、ニャーニャーでもいいんだよって、ニャーニャー、あ、そう、シュウグンさんもね言ってるけど、うん、ミックス、あ、ミックスって言うんだ、うん、ミックスが覚えられなければ、ニャーニャー言っておくだけでも OK らしいですよって。へー、そうなんだ。うん、あ、で、あとトモさんもぐるぐる回ってる時は盛り上がってますって書いてる、うん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 、演者さんや曲によっては客席側がぐるぐるするのもあります。うん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 、あ、やっぱ皆さんのボルテージってだんだん なんか変わってくるんですね、その掛け声というか振り付けというか、なんていうか ね曲にもよるかもしれないけどね、その回るのが定番の曲みたいな、ね、あ、この曲は回る曲だみたいな、そんな周知の事実が皆さんの中であるんですね。あ、まあ、いいな、なんかそういう、まあでもそっか、まあ、私も一個だけあの、うん、なんかこういうなんか手を振ってねみたいなやつがあるんですけど、うん、なんかそれと同じ感じなのかな、そうそうそうだと思う、みんな回れみたいな、多分アイドルさんがやってるんじゃないのかな、最初は。それでか、それでもうみんな一緒に盛り上がろうみたいな感じなのか、うんうんうん、あ、なるほどな、どの曲でもやるわけじゃないもんね、そうそうそう、確かに急にみんな、ね、回り出したら多分、ね、アイドルもね、そうね、うん、決まってるんだ、この曲はこれ、この曲はこれ、そうそうそうみたいな、うんうん、あ、そういうのでみんななんかあのファンの方同士もすごい仲良かったりしない？なんか、あ、確かに仲良くなりやすいよ ね、一緒にさ、走り回った仲みたいな、ね、うん、暗くというか、うん、なんか楽しいことをね共にした、ね、うん、一体感生まれるね、一体感が、そうか、だってなんか昨日もなんかあの会場して、うん、でちょっと私なんかあのお客さんの席をちょっと見に行ったら、うん、あれこの間会いましたよね、あ、ですよね、やっぱりみたいな、おーみたいな、なんかその会合を、うん、どうもどうもみたいななんか行われてて、なんかすごい微笑ましいな、うんうんうん、いい雰囲気だなって思いながら私も見てたんだよな、うんうん、あ、なんかあのアリサちゃんこれからなんか始めたいこととか、なんかやりたいこととか、挑戦したいこととかなんかありますか？もうあの4月がね始まって2023年度ですけれども、はい、そうですね、はい、なんだろう、チャレンジしたいこと、うーん、あ、ゲーム実況やってみたい。あー、ゲームするの？え、ゲームするの？あ、ゲームね、結構するんですよね、うん、どんなゲーム？その最近だとスプラトゥーンっていうゲームとか知ってますか？すげえ、知ってる知ってる、めちゃめちゃ疎いけど知ってる、あのイカさんでしょ？あ、そう、イカさんが、イカさんが、イカさんが戦って、あのあれだよね、なんかローラーとかもあるよね、そう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 、飛ばすやつもあるけど、あのすごい蛍光色を縫い潰すやつでしょ、知ってる知ってる方別にそんな上手いわけじゃないんだけど、でもできるのがすごい、できるのがすごい。スプラトゥーン以外はなんか、うん、なんか ロープレとかはしないの？あのポケモンとか、うん、ファイナルファンタジーとかも好きだし、あれでしょ、 FF でしょ、そうです、 FF ですもう知ってる知識を全部言おうとしても、うんうん、それしか知らないんだけど、あ、でもなんかゲーム実況とかできると強いなって思うんだよね、パソコンにすごいめっきり弱くて、あ、そうなの、できるかは分かりませんいやでもね、なんかあいさちゃんと一緒にさゲームとかできたら絶対楽しいよねなんかね、みんなは、い、あ、スプラトゥーン9時からやってるみたいになったら、自分もねなんか接続してね、一緒にあいさちゃんとできたらめっちゃ良くない？確かにマッチングとか ねできるかもしれないもんね、なんか、うん、ゲーム実況そのなんだこのね、こういうYouTube 生配信とかさ、なんか9時からやるよみたいな言ったら、あいさちゃんが生でこうスプラトゥーンやって、あ、イエーイとかって言うか分かんないけど今濡れたとこだったのにとかさ、なんかそういうあいさちゃん見れるってめっちゃ幸せじゃんね、なんかね、え、やってほしい、やってほしい、やってほしい、うん、やってほしいよ、うん、やってみたい。あ、いいですね、ゲーム実況か、いいな、絶対無理だな私。え、そうなの、ゲームしないの？ゲームね、うん、あのナンプレとかあの、うん、テトリスとかなんかその、うん、なんだろう、本当あの、え、初老なんぐらいなんかその脳トレみたいなものは好きなんだけど、うんうんうん、あのなんかね、大乱闘スマッシュブラザーズ知ってる？うん、知ってる、スマブラ、うん、それが友達ん家にあって、うん、
で、あのサムスをいつも私選んでたのね。なんかフォルムがかっこいい、なんかエヴァみたいとか思って、うん、やって選ぶんけど、うん、あれってさ、なんか5つぐらいさ、なんかあの何HP っていうの、なんだろう、命があるじゃ ん、 いや、あの5回死ねるじゃん。あ、そうなんだ。うん、そうそう、うん、なんだけど、まあね、そのなんかこういう平均台みたいなところでみんなで戦ってみたいな、バシュンバシュンってなんか落ちそうになったりするよね。あ、そう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 。で、うん、落とされることもあるの。なんかヨッシーに、うん、あの舌でペーンって疲れてわーって落ちるのって1回でしょ、うん、で戻ってきて、うん、で進みたい方向に進めなくって自分から端っこに走っていって落ちるで2回自ら落ちるで2回であとはなんか、あ、これ A を押すんだっけ B を押すんだっけってやってたら自分でジャンプして下に落ちちゃうとか、うん、なんかもうほんとなんかもう自滅していってどんどん、うん、とか、なんかおこぼれでパーンってもらっちゃって、なんかもう気づいたらもうコントローラー置いてみんなの対戦を見てるみたいなぐらい本当にもう音痴ね、ゲーム音痴な。本当にスマブラは私も難しくて無理。あ、本当、うん、よかった。なんかさ、友達めっちゃみんな得意なんや。みんな上手なタイプ。そう、でも永遠一人でもずっとなんかお菓子とジュース、うん、あ、すごい、ね、すごい、ね、どうなってるのか分かんないよね。なんかよくそのこう一緒になんだ、なんかね、うん、上ボタンとこの、うん、なんだよ、十字のやつと、うん、ね、なんか実はここにもあるよみたいな、後ろのさ、コントローラーの後ろのやつとかさ、え、な千手観音なんぐらいなんかさ、すごい動かしてやるやん。もうなんかすごいなと思って、とりあえずなんかあのマリオカートとかも常に1回は逆走するのよ、うん、なんか逆走して、あ、そうか、あの亀さんが逆やでってすごい教えてくれる。そう、あの逆いっとるよっつって、ああじゃあじゃあじゃあつって、でも絶対こうなるし。まあ、それわかる。なる。そう、いや、あやちゃん、そこ別に道路ここじゃないから行けるよっつって、ああいやいや、でも無理無理無理ってなっちゃうから、うん、そのゲーム実況やりたいですって言えるぐらいのゲーマーってことよ。素晴らしい。それも面白いよね。その実況も面白いと思う。できなすぎてなんでそうなるのみたいな。そういう心優しい、ね、あの観客の方がいてくださればなんかそれもあるかも、うん、それね、なんかちょっとやってみようかな、うん、やろう一緒に。あ、やりたい。一緒ならやりたい。怖い、怖くない。一緒なら怖くない。あ、いいな、それいいな、うんうん。そんなこんなしてたらね、私もなんかね歌いたくなってきたので、あのね、そう、桜ソングを歌ったじゃないですか、うんうん、で、あの自分自身にもこう桜ソングがありまして、うん、あの竹岡レシピっていうアルバムの中にも入ってる曲なんですけどね、あのこの間のあのワンマンライブでも、ワンマンライブはもうなんか自分の持ち曲をほぼほぼ全部やったから、その中にもこれを歌うことができたんですが、うん、今日はギターだけのアコースティックバージョンで お届けします。シューブンさん、毎回逆走もすごいですよね。イエーイ。アリサちゃんがポケモンや FF も好きとは知りませんでした。で、そうだっけ？シューブンさんが。そうか、知らなかった？うん。あ、スマブラでサムス使用するのは渋いの？わかんない、サムスがわかんないよ私。いや、マジで本当にあのなんていうの、なんかね、ピタッとしたスーツ着てる仮面ライダーみたいな感じ。へえ。仮面ライダーとか。オレンジ？オレンジ？茶色？うんうんうん、なんかってうなずいてくれてるから多分そう。知ってるね。うん、そう、なんかすごいスマートでこうなんかね、シュッとしてる。そう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 。確かにいろいろキャラいる中でね、そうなの。そうなの。シュッとしてて、うん、マジエヴァみたいだなっていう、それだけ。それだけ。ゲーム苦手なんですよ。じゃあ、あの向こう側という曲をお願いします。心地いいここ決まってお誘い
こんな歌です。よければね、もう皆さんももう残りわずかな桜をぜひ楽しんでください。素敵です。イエーイ。つっつん、あ、つっつん、つっつん、こんばんは、ありがとう。ゲーム苦手なあやのちゃん、意外、意外？意外、あ、でもなんかね、なんか知らんのやけど、うん、何でもできそうって言われるんね、なんか昔から。あ、確かに。なんか勉強もできそうやし、スポーツもできそうやしみたいな、うんうん、どっちもできない。そうスポーツもそう、うん、できない。できないの？そう、なんか部活やってなかったの？あの、うん、吹奏楽部とサッカー部のマネージャーをやってた。マネージャーか。そう、部ではない。そうそう、自分は、まあ、あのそう、走ってなんかね、あのボトルを交換したりとか言ってたけど、うん、あの試合に出て自らが何かしてっていうのはできなくて。そうなんだ。そう、
あいさちゃんはなんかやってたスポーツ？私あの中学校の頃に卓球部でした。もう私絶対当たらんのよ、あのピンポン面に、うん、面にすごい。いやいやいや、だってさもう、うん、あんなちっちゃい、いや、笑ったな笑ったな、ピンポン玉に笑うものはピンポン玉に泣くんだなんか違うやつでもいいな、なんかそういうさ、なんかスポーツできる人かっこいいなと思ってね。だからあんなダンスもキレキレないよ、アリサちゃん。いや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 、ね、すごくない？私いつもさ、アリサちゃんなんか全然声もぶれんし、であんだけピャッピャッそのあの綺麗なキレのあるダンスをしててすごいなっていつもいつも思いながらあのファンとして見てます。いや、ありがとうございます、そうなんだ。なんか他には部活やったりとかしてた？あ、他高校は、うん、漫画文芸部でした。漫画文芸部、うん、漫画文芸部何するの漫画文芸部って？何してたんだろう、なんかね、いろいろしてたねなんかもちろん絵も描くし、なんかすごい自由な部活だったんですよ、私の部活。あ、じゃあのなんか、うん、本も漫画好きな漫画持って行って、みんなでなんか、うん、これいいよとか言い合ったりとか、うんうんうん、なんかそう、声優をさ目指し出した頃だったの。あ、そっかそっか。でなんかその一緒になんか、うん、その声優好きな、うんうん、一緒に目指してたみたいな感じの友達とかと、うん、なんかアテレコの練習とかしたりもしてたし、いい、ね、大富豪をみんなでやってたりもしてたし、トランプ急にカードゲーム部、本当にあの自由に楽しい部活してました。そういうのもしちゃうぐらい仲良しやったんよね、うんうん。大富豪ってどういうやつ、うん、大富豪ってどういうやつ、忘れちゃったけど、知らんのよ大富豪。ちょ、私も全然そのどうやるんだっけ、私何も知らんのよな七並べと、うん、七並べってなんだっけ、あの神経衰弱と、うん、なんだっけ、ババ抜きとジジ抜きは分かるんやけど、うんうんうん、大富豪って、大富豪ってなんだっけ、あの同じやつを揃えてペッて出すんだっけ、違うか、八切りとかやつ、あ、大きくするやつを出すやつだっけ。あ、へえ、それを聞いても全然ピンときてない私じゃあちょっと今度オフ会でやろう、トランプ教えて、私のトランプ、うんうんうん、ね、みんなでやると楽しいと思う、みんなでやるとね、うん、教えながらやってもらうと楽しいかも、うん、七並べはあの、うん、7を基準にして、うん、で、あの隣の8とか6とかを出したら、うんうんうん、その次の5が出せるみたいな、順番7から順番に揃えていくみたいなやつ、うん、それもみんなでやるの？うん、みんなでやるけど、私は一人でやってたあの 鍵っ子でさ、あのもう親も働きに行っとうし、なんか兄ちゃんたちも友達と遊びに行ってるから、うん、家で一人で七並べやってた。切ないめっちゃ楽しかったよ。楽しかったんだ。じゃあ出せそう、出せない、うん、一回パスしよう、あ、出せるとかやって一人でやった。そうなんだ、一人でも遊べるんだね。一人でも遊べるよ、みんなでやろう、七並べやろうなんか悲しいなあ、サムスはね、戦闘用のオレンジスーツを着てるけど中の人は女の人なんだって。へー、そうなんだ、女の人なんだ。知ってた？まあ、知ってるよみたいな、知らない人もね、もちろんね、いらっしゃる。あ、なんかすみませんね、ピーチ姫とかさ、そういうの使っ、うん、女の子、あ、でもピーチ、ピーチ、あ、私あれ、キノコの、あ、ピノキオ、あ、キノピオ、あ、キノピオキノキオはあの人やね、あのこの鼻長くなっていく人やね。あ、そうだキノピオだ、そうそうそう、うん、キノピオはね、そうだ、使ってたわ、そうだそうだ。いや、シュウグンさんも、トモさんも、ツッツンさんも拍手をありがとうございます。会場にね、足を運んでくださった皆さんもありがとうございます。なんかあっという間に終わっちゃいました。あのそろそろこの音楽が流れ出したということは、この番組も終了となっております。あの次回の竹岡江戸のある夜のララバイはですね、5月の4日、ありさちゃんとのツーマンの次の日です。この日はですね、桃瀬いちごさんがゲストとして出演してくださいますので、ぜひ来月のこの番組もよろしくお願いします。じゃあ、あのこのある夜のララバイ、このタイトル、番組のタイトルにもなってる曲なんですけど、
これで最後皆さんとお別れということになりますので、最後、うん、じゃあねまたね、じゃあねおやすみって流れるけん、そこで一緒にあのカメラに向かっておやすみって言ってほしいです。はい。じゃあの皆さん今日は本当にありがとうございました。お疲れ様です。平日の夜にお集まりいただいて、ご覧いただいてありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあねまたね。じゃあねまたね。じゃあねおー。